はい、どうもこんにちは、サスノです。とにかくね、忙しくて忙しくてメイン水槽のねトリミングが全然できなかったんですよ。まあね、私の動画の定番になってきてるんですけど、毎回ねトリミングをサボってしまってボッソボソになるっていうねオチをいつもやってるんですけど、今回はすごいですよすごいっす、本当に。ちょっと途中からあえて伸ばしてたところもありますね。どこまで行くんだろうって言ってね、あえて伸ばしてたところもあります。はい、じゃあそれがこちら。あれそうでもないかなとか一生思いますねあれそうでもないかな今回のとか思うんですけど、ここら辺すごいんですよ、もうすごい成長しちゃってんですよね。もうもはやもう水草の領域を超えたんですよ。ここからね出てきてるんですよ。こんにちはって言ってこれちょっと可愛いですよね、うん、これ切りたくないなとか思ったんですけどね、可愛いですよねこれね。まあまあそんな感じです、うん、今回はこんな感じになっちゃいました。なのでめっちゃ切ります、もうがっつり切ってありますわ。よし、じゃあ始めましょうかね。で今回はね、もうなんかどんな感じにとか後こういう感じにしたいからみたいな切り方しないです。もうねどっちみちこれもうリセットしようとしてたんですよ。ただね、リセットするにしてもね、やっぱりこうあるじゃないですか、3年級以上欲しいじゃないですか分かってくれると思うんですけど、3年級以上は欲しいんですよ。ないんでね、ちょっと大型の休みの時にやりたいなーなんて思ってたら、休みがなくてずっと手がけてないんですよね。年級がないんですよ、あれね。もうアマゾンフロッグビット浮き草でなんですけど、こいつですね、こいつ映ってるかな、これです、これです。これがアマゾンフロッグビットなんですけど、これがめっちゃ増えるんですよ。とにかく増える。強い光だとねめちゃめちゃ増えるらしいんですけど、なんかわかんないけどめっちゃ増えるんですよ、うちうーん、これ増えるんだよな。毎回ね捨ててるんですよ。隣のコリドラス水槽にも入れてたんですけど、もうなんか見えねえだろこれ何入ってんのっていうぐらい増えたんですね。なんでめちゃめちゃ捨てたんですよ。この間前はしかもにらみ水槽にも入れてたら増えすぎて、どうしてこうなったみたいなね動画上げたんで興味があったらね見てください。過去動画に多分いるんで。なんか切っても切っても全然減らない。なんだこれ何をしてるんだ俺はこれ全どんどん分かんなくなってきた。これ全然もうアクアと関係ないんですけど、マイクを変えたんですよ本当全然関係ないんですけど、あの64のマイクをちょっと変えたんですよ。なんか前のが俺なんか低音がすごい出るのかボソボソしちゃうんですよ。どうしてもボソボソしない上になんかこうよく拾えるマイク、ちっちゃいマイクだったんで、なんかちゃんと撮れてんのかいつもね心配だったんですよ。で結局編集してる時も全然声ちっちゃいなみたいな感じだったんですけど、マイク変えたんですよ。だからなんだって感じなんですけど、うん、いやー少しでもねこの聞きづらい声をね聞こえるようになってくれたらいいなとか思ってね、こう声低い上に早口なんで多分ね聞き取りづらいんですよね結構ね。あれ、ちなみに俺グロッソ全滅したと思ってたんですけど、いた、生えてきた全然まあね関係ないですけどね。
関係なくはねえか。グロッソ全滅したと思ったんだけどな。いた、生えてきた。強いんですね。一回本当にいなくなったんですよ。根かなんかがあったのかな。なんか葉っぱ一枚でも残ってたら生えてくるんですかね。わかんないですけど。いやー、なんか切っても切っても全然減らない上に、なんもなんかいい感じのレイアウトでもねえし、ゴミは出るし。なんだかなーって感じですね。なんだかなーって感じですよ、これ。なんでもねえっすわ。どう、俺どうなんだろうね。いっか、こんな感じか。よっしゃ、あとは回収していこう。なんか喋ってるだけで終わった感じがします。ちょっと一回きれいにしたら全体像やりましょうかね。全体像、じゃあ一回きれいにしますね。よし、一応ね、全体像はこんな感じになりました。まあね、まあきれいかきれいじゃねえかって言ったら、そこら辺はまあちょっと感性にね任せるんですけどね。うん、まあすっきりはしましたね、かなりね。うん、まあ運よくね3連休ぐらいできたらリセットしたいかなとは思ってます。はい、じゃあこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。